9月9日の公示で玉村選手が抹消となりました。これで栗選手に続いて2人目の先発抹消。普段なら投げ抹消も予想できたんだけど、今週は7連戦。首脳陣はどんな未来を思い描いているのか、予想は果てしなく難しくなったかな。まあ信じて応援するだけじゃな。とはいえ先発の枚数が足りない状況。森選手は1軍に合流しているから確定として、あと1枚は2軍から上がる必要がある。そうなると、昇格候補筆頭はハッチ選手。前回の2軍戦登板は9月3日の阪神戦。6回を投げて被安打後の2失点。自らの暴投で2点を失うものの、高監督の評価としては、良い球を投げていたと評価されていた。次の候補としては野村選手。それでも直感の2軍戦では結果を残せておらず、可能性は低いかなと思います。ダークホースとしては玉村選手がローテを回していた日曜日に2軍でプロ初の完封勝利を挙げている常廣選手。9回を投げて2四球と課題の暴れる球を制御。今シーズン最高の結果を残したばかり、かなり期待していきたい。という動画を今作っている時に、15日は常廣選手がデビューすると報道がありました。ファンは期待しておるジョイ。本番でいきなり高騰してくれそうな気がするわい。今調子が良い選手は誰かと言われれば常廣選手。首脳陣も期待して送り出すそうだね。シーズンを占う7連戦。ドラ1ルーキーの力を見せつけてほしいね。ということで、常廣選手デビューのお話、でした。